体的には全国で7店舗保護猫カフェを運営しています。保護された猫の里親探しの場であったり、あとは保護猫の可愛らしさを直接伝えられる場、そしてあとは猫との暮らしを実際に想像できるような場として保護猫カフェの運営をしています。あとはこういった保護猫とか殺処分をゼロにするためにはどういったことをしていかなければいけないのかというものを広めるためのイベントですね、啓発イベントだったりとか、提携している保護ボランティアさんたちの保護猫を譲渡できるような譲渡会の運営だったり、さまざまな事業をしています。6日にはですね、初めてのオンライン譲渡会という形で、オンラインで YouTube だったり Facebook だったり Instagram だったり、さまざまな SNS のライブ中継機能を使ってオンライン上で譲渡会を開催しました。でこのネコリパブリック岐阜がメインスタジオとなって、それぞれ保護している個人のお家だったりとか、預かりボランティアさんのお家に中継をつないで、その猫たちの一匹一匹の紹介をしていくというような流れで行いました。成果としてはやはり普段スポットライトが当たらないような子たちにも一匹一匹スポットライトを当てて紹介ができるということですね。あとはその保護主さんのご自宅にいるので、リラックスした状態の猫たちの姿、動画を見ていただけるっていうのは成果だと思います。営業自粛もしなければいけなくなったりですとか、やはりこの実際にお店に来られる方もどうしても少なくなってしまうっていう現状がありましたので、もともと物販をしていたので、その物販のオンラインショップっていうのを充実させて、力を入れて販売を強化して売り上げを作るようにしたりですとか、あとは各店舗のサポーター制度っていうのを作って、各店舗の猫たちを支援してくださる代わりに限定動画だったりとか、限定の特典がつくというサポーター制度っていうのも緊急で始めたりして、なんとかこの運営継続のための資金を確保するという努力をしました。全員里親募集の子たちですので、このコロナ禍でお家にいる時間も長いと思いますので、そういった時期に新しい家族として保護猫を迎えていただけるような選択肢を持っていただけると嬉しく思います。